こちらですね、タレックスさんの、ポラロイドレンズが入ってて、タレックスさんのフレームで、こちらはクラブカさんのエベレストに三浦さんと行った時に特注で作ってもらう。はあ、でエベレストオレンジ 6% っていう色なんですね。で赤外線までカットするレンズ初めて見ましたね。へえ。エベレスト仕様の紫外線はもちろん赤外線もカットするフレーム、あ、レンズ、タレックスで、色は普通はこういうところなんですけど、こんな色になります。オレンジがかってて、多分これそうですね。でコントラストをはっきり出すということです。うん、確かに今日も風強そうです。昨日と同じぐらいか。昨日は15メートルぐらいですか。15メーター、まあ、瞬間で20を超えてる時もあったと思います。これが道具です。あ、昨日のみたいな、ちょっとくにくやってなってますね、これ。そうですね、これ持ち替えができないな。あ、ここに昨日あったやつがないんですね。ない、うん、ちなみに後ろは何のためにあるんですか、これ。これはこうノックしたときに、ええ、ここが結構滑らないガンとこう、ああ、まあいろいろ、あとこう持って歩くときとか。ああ、そうなんですね。滑るよね。これちょっとその辺でこうやって刺して、はい、なんか感触を、なんか感触を得る。わかりました。ちょっとロープをセットしてるので。わかりました、よろしくお願いします。田中さん、本日は3日目、アイスキャンディー、こちらを登ります。すごくいい天気です。今日は山の上までは行かないです。アイスキャンディー、この子を登ります。すごく可愛い名前がついてます。うわ、芸術だな、これ。人工みたいなんですけど、すごい素敵です。人工と自然と人工のハイブリッドですね。ちょっと刺してみましょうね。この2本でこう登っていくみたいなんですね。うわ、強い。全然刺さんない。こんなんで登れんかいな。こうやってで、多分こういう感じで引っ掛けて登るんだと思うんですけどね。今からやるんで刺いて、あら、これで、これだと落ちんのかな。こんな感じなのかな。はい、とにかくやっていきます。こんなオーバーハングしてるけど登れるのかな、これ。手で行くのかな、何線で行くのか。手じゃ行かないのかな。安全引っ掛けてくるのかな。うわ、すごい、オーバーハング。あんなのも登れるもんなんですか。あれやりますよ、今日。つららですね、全部つららな気がするんですけど。あれ登れるんですか。登ります。本当ですか。とりあえずここは2回登りました。今度はあっち登ります。今日ですね、今回これ頭につけるのはあればそのまま登れたんですけど、ないんで映像が撮れません。今度はこの子登ります。この子アイスキャンディって全然見えないんですけどね、ルートが。今から帰ります。今回泊まった赤岳高専の、こちらのですね、山小屋です。めちゃめちゃ食事がうまかったです。ステーキとか
魚も本当に素晴らしかったですね。あとね、下手なセミナーよりねすごくためになりましたね、人生の。今までのセミナーで一番ためになったじゃないですかね、ダントツ何倍か。セミナーでねためになるのってあんまり少ないですね。やっぱりゴビマ砂漠マラソンとかね、それもねとってもためになったんですけど、そういうのじゃないとね人生なかなか、でここに実は吉田松陰さんの本が置いてあったんですけど、跳躍なんですけど、ね、すごく面白くて、昨日の夜はそれを11時12時ぐらいまでずっと読んでました。なんかどうも作者さんは同い年ぐらいな気がするんですよね。なんか後ろの経歴見ると一度ちょっとお会いしてみたいと思います、機会があれば。いい雪山でした。はい、八ヶ岳。行くぞ、セブンサミット。うん、うん、帰ります。